ここなんかもう固めすぎて白いのがそうつったよいしょ。こんばんは。わあ、いっぱいありがとう。結婚してお疲れ。アイスハート。こんばんは。日帰りなの？そうだよ、日帰りだよ。今日行って今日帰ってきましたよ。こんばんは、中村舞です。皆さん、なんだっけ、今日はスパークイン川崎ありがとうございました。そう、今帰ってきたんですよ、本当に今さっき。こんばんは、ありがとう。移動中ちょいちょいずっと寝てた。行きしは全部寝てた。帰りしは何どんぐらい寝てたかな。多分3時間ぐらい寝てた。嘘嘘、2時間40分ぐらい。こんばんは。わ、アイスありがとう。配信で見てました、ありがとう。暑かったですよ。ありがとう。今日なんか久しぶりにあの新横浜駅に行きましたね。なんかいつも結構東京駅か、まあ品川も使うっちゃ使うんですけど、そう、新横浜はパシヒコ横浜に行く時ぐらいしか多分あんまり使わないので、こう今日は新横浜駅。なんかもう櫛が負けてるわ、髪の毛に。髪が固まりすぎて。今日絶対に前髪をもう動かさないでおこうと思ってガッチガチにしたんですよ。こういう日はお風呂が大変。高めツイン、そう、高めツインしてました。もう外しちゃったけど、じゃん、前髪が気になってしょうがない。ありがとう。今日はね、久しぶりにっていう、なんかあんまりないんですけど STU、 なんか物販にお邪魔させてもらって、え、楽しかったです。なんかあのガなんだっけ、ガチャガチャじゃなくてさ、ガラポンみたいなやつ、あれをさやったことがなかったから、ちょっと白しか出なかったんですけど、あ、ガラポンか、そう、白しかちょっと私出せなかったんですけど、回しみんなの中に回したり、あちゃんからな、ちょっとね、あれね、全然当たりがね、出なくて、カーってなりました。アイス、ありがとう。でも楽しかったです。回したり。そう、物販のところに立たせてもらって。ありがとうございました。また回したいですね。なんかああいう物販に行く機会があんまないので、楽しかった。なんか新鮮新鮮です。ありがとう。受験さん、中村舞です。愛媛県出身です。物販？物販だよね。物販なんだよね。え、なんか私さ、昨日もだったもん気がするんだけど、なんかちょいちょいイントネーションがみたいな、すごい言われる。負けてくれたの、ま、負けることはできないんですけど、あの
ちょっとね。あ、でもあれはできるよ。ランダムで圧をかけるのはできるよ。あのランダムのグッズで中村舞が出るといいなーっていっぱい圧をかける、あのスタッフさんにあのスタッフさんの方にね。アイスありがとう。わ、タワーいただいた。考えなしさん、ありがー、クマ、クマバニラありがとう。考えなしさん、ありがとうございます。タワーありがとう。今日帰りしのあの新幹線でめっちゃね、お礼をみんなにまだ全然できてなくてね、書いてたんですよ。そしたらね、気づいたことがあるんです。新幹線って意外と揺れてるんですよ。手元がブルブルしてね、新幹線って意外と揺れてるんやなと思いながら帰りし、そう、え、そうよ、意外とね、ガタ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 、私さ、いつも寝よるけん何もね思わんかったんですけど、そ、なんか今日ね気づきました。なんか文字書いててめっちゃ思った。ちょっとまたお礼させていただきます。あたり、ありがとうえ、マジで新幹線で字書くのむずいよ。なんかちょっとね、なんか新幹線ってこう移動してるからさ、私お、あ、なんて言うんですか、揺れがそんなにないもんだと思ってたら意外と揺れてることに気づきました。ありがとうございます。今日はなんか朝ごはんは食べてたんですけど、お昼はそう、なんかあのご飯を今日食べる時間がないっていうか、食べなかったんです。そのなんかフェスのフードはあったんですけど、ちょっと食べなくって、でお昼ご飯食べてなかったからもうペッコペコになって、であの新横浜駅でシウマイ弁当を買いました。めっちゃ長く行列だった。私なんか何気に自分でシウマイ弁当を買ったの初めてかも。なんかさ、いつもなんか差し入れっていうか、そのケータリングとかのお弁当でよく食べてたんだけど、そう、なんか自分で並んで買いました。もうなんか完売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 って、ほとんどの弁当が完売になってて、シウマイ弁当自分で買って食べて、新幹線の中で食べました。帰りシウマイが4個入ってるやつ、いや5個、あれ6個か5個ぐらい入ってるやつ、わかんない、何個だっけ。あのなんか魚、あれ魚かな、なんか魚、四角形の魚みたいなのが入ってるやつあのタケノコみたいなのの、うこの横に四角形の魚みたいなのが入ってるやつ、なんか四角形、あ、な、あ、何の魚なんかいね、分からんけど、あれマグロなんか。ありがとう。中村舞です。あんず入ってる、あのオレンジ色のこんな梅干しみたいなやつ。
あと唐揚げとかまぼこ。暑かった、暑かったよ。みんな日焼けしたんじゃないかなと思うんですけど、どうですか、焼けてないですか。私もう日焼け止めめっちゃ塗ったんですけどね。今もう体がベトベトしてる。この後すぐにお風呂に入ります。晴れてたよ。日焼けした。みんなこの夏どん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 日焼けしていくんじゃない、フェスで。ね、なんか雨、広島そう雨降ってたから朝川崎着いたら晴れてました。めっちゃ暑かった。アイスありがとう。初見さんもありがとうございます。中村舞です。愛媛県出身です。ん、関東も雨だったの。晴れ女がいますね。明日はね、そう、ちりめんパーティー4時間スペシャルみたいなやつがあって、昼の12時から夕方の4時まであります。6人ぐらいでやるんですけど、4時間。はい、ぜひ。今日日曜日だけどさ、じゃないでしょ、祝日だもんね。生放送、そうだよ、生放送スペシャルだよ。です。あ、そうなの、なの。まあ縁の人もそりゃいるよね。明日はそう、あのあれです、そう、海の日、祝日なので、ぜひ皆さん見てください。ブラシ出てきた。そう、トン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 。あのショールームでも配信ありますので見てください。なんで、あの、何ですか、きっと全貌が見れます。でっかいブラシ、確かに。うまい。ありがとう。声だけじゃない。そうだから、ちゃんと服着なきゃ。パジャマで行っちゃダメですね。ちゃんと服着なきゃ。服着ていきます。あわわ、ありがとう。眉毛いい。あのさ、この前髪をさ、今日さ、今日めっちゃ分けてたの、こうやって。そう、でここに全部貼ってました。ここに乗り付けて動かないように。明日私服なの。そうなんだ。今から服選ぼう。今から選びます、お洋服。でこ珍しい。本当？
ペン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 。眉毛ね、最近って言ってもちょっと経ったけど、あの眉毛サロンに行って整えてもらったから、今の眉毛はあのちょっといい感じ鼻水出たやばい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 。だいぶ出た。うん、アートメイクじゃない、全然普通に形整えてもらって、あの間引きとかしてもらって、そう、あのあれでしょ、なんか農作業みたいでしょ、間引きとか眉毛こうやって間引きしてもらっていい感じに。やるんだよ。あ、今はね、茶色いのはね、あれです、あの眉マスカラで色茶色くしてるからです。こうしてありがとうございます、うん、なんか間引きって聞くとさ、あれみたいじゃない、なんか農作業じゃないけどさ、あの何ですか、あのなんか芽が出てきて、くって元気なのだけ残して間引くやつみたいな、それが頭に浮かぶ。イメージありがとう。結婚してありがとう。そう、明日はあのなんだっけ、お便りっていうんですか、ぜひお待ちしてます。まいちゃん80万ポイントいってる。これ何、ポイントいったらどうなるん、アイスもらえる、もう。アイスゲット、写真集のタイトルいつ決まるの。タイトルは分かんないけど、この間表紙候補みたいなやついっぱい見たよ。そう、めっちゃありすぎて、なんか候補いっぱいある中どれがいいですかねっていうのが来たんですけど、もう本当に優柔不断な人にとっては本当にもう選べないって感じで、どんな表紙になるかまだ私も分かんないの、なんか何個か選んでみたいな感じだったから。アイスありがとう。8月27日発売です。飛び込みはこれから、うん、今のところまだ何も。玄関の置物すごいね、なんかね、それめっちゃねリップでねあった。今日私の写真集の公式アカウントがなんかおばあちゃん家のあの玄関の写真をね、私が写ってるやつなんですけど、そう投稿してたんですけど、そう、何ですかありゃみたいな感じで、後ろにある
木みたいなやつは何ですかみたいな。木の置物、え、確かに大きい。なんか、すごい大きい置物あります。高そう。確かに高そう。これはおばあちゃん家の玄関です。卵みたいななんかあれは多分消臭系のなんかじゃないかな、わかんないけど。あの卵みたいな下にあったやつだよね、こう何個かポン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 って。そう、生活感がちょっと結構あるんですよ、わかんない、多分消臭系のなんかだと思うんだけど。確かにね。しかもさ、お父さんの靴もさ映り込んでてさ、あの横になんかニューバランスみたいな、あ、確かお父さんの靴です。なんか本当にマジで生活感がある感じの。ありがとうございます。いや、なんか玄関もあれなんですけど、特にキッチンの方のは本当にもっと生活感があるので、なんか探してみるとちょっと面白いかも。探索。なんかね、この間その写真集のカット見てたんですよ。そしたらあのマネージャーさんがこうやってめっちゃアップしてて、そのおばあちゃん家ので撮った写真で、ん？何これみたいな。そしたらおばあちゃん家にホヤ缶がね、私のあのパッケージのホヤ缶が置いてあって、そう、ホヤ缶が映ってるってめっちゃアップしてて、え、なんかそういうなんか発見があるかもしれないです。見てたら、プレゼントした、したプレゼントしたのよ、ホヤ缶の。そう、なんか棚に映り込んでて、おばあちゃん家ね、広い。確かに、写真集でそうチェックしてください。そう、広いんですよ。ありがとうございます。2階建て。そう、お父さんのおばあちゃんの家。お父さんのおばあちゃん？お父さんの方のおばあちゃん。そうそう。家賃はいくらなのって聞いたら、家賃はないよっておばあちゃんが言ってた。そりゃそうかってなりました。なんかそうですよね、それ一軒家だったら家賃っていらないのか。そう、面白いおばあちゃんです。でもおばあちゃんとめっちゃ喋った様子をあのもうちょっとで多分できるんですけど、あげますね、ファンクラブに。めっちゃおばあちゃんの声めっちゃ入ってる。うちのおばあちゃん面白いんですよ。
ょっと長くなった。13分ぐらいの動画になっちゃった。明日、また明日ですね。おやすみ、おやすみ。見てね、男女を呼ぶから。はやりんごさん、さくまるさん、あ、ちょっと待って、はやりんごさん、さくまるさん、もとまちさん、きなぺこさん、ふくちゃんまるさん、やすもさん、くまねパパさん、セラさん、亀吉さん、南波のひさとさん、東京のスワンさん、いずみんさん。1位はドゥルドゥドゥン、考えなしさんでした。ありがとうございました。また明日、おやすみ。皆さん、明日は月曜日ですが祝日です。おやすみなさい。また明日、明日はまたお昼に。またね。お風呂に入ろう。見てくれてありがとう。マウスピースつけた。おやすみ。また明日。頭ループしてる、これが。最初急に可愛いの。おやすみ。